テレビの音をワンランク上げてみませんか。1万円ちょっとで買えるかっこいいサウンドバー紹介します。おお、こんばんは。かっこいい。よーい、はい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。紹介したいのがラトムさんのスピーカーです。まだテレビの内蔵スピーカーを使っているそこのあなた、今から紹介したい商品早速見ていきたいと思います。早速内容に移っていく前にですね、監督、音へのこだわりがあります。高校生くらいの時映画がすごい大好きで、初めて買ったのが 5.1 チャンネルのスピーカー。こちら、スピーカーが来て、映画の音を再生した時のあの感動、音の立体感がすごい。人が目の前で喋っているあの感覚、映画は今までの10倍ぐらい入り込めました。特にドンシャリ感、大好きです。ちなみにですね、重低音、監督結構こだわりがあってですね、自分の自主映画にも重さってのも結構入れております。では行きます。3、2、1。3、2、1。はい、今音を感じられましたでしょうか。ウーハーをつけてる方はですね、ドーンって、聞こえたかと思いますが、まあなんか聞こえました。残念ながら本来の音の良さの半分も体験されておりません。今まで見ていた世界が一気に変わります。そのわけで監督、テレビの音だったりパソコンの音、内蔵のスピーカーじゃもう聞けません。度が合ってないメガネをかけたみたいな感じ、もっと欲しいみたいな。そこまで予算はかけられないにせよ、少しこだわってきました。現在監督、テレビにですね、なんとスピーカー持ってます。ソニーの3万円弱のですね。で、なぜ今回ですね、サウンドスピーカーをですね、購入したかと言いますと、最近なんですけども、テレビボロというものを買いました。いろいろ調整していくと、まあ、結構横に長くなるんですよ。できればね、一本にまとめたいなということで、いいものがないかなーって調べたところ、高評価が多くて、レビューもしっかりと書かれている、かつ、お値段が安いというわけでですね、こちらのスピーカー、4万をくすぐる点がありましたので、こちらの商品購入しました。ここまで見ていただきましてありがとうございます。商品を紹介する前にもう1点だけです。スピーカーなんですけども、もうつけてなければおすすめしたいんですけども、1点注意点があります。これはまあどのサウンドスピーカーも同じです。家の壁がめちゃくちゃ薄い、上の階とか隣の階の人の電話の会話の音の内容までがよく耳を澄ますと聞こえちゃうみたいな、そんな方はですね、購入やめた方がいいです。なぜかというと、クレームが来るから。早速届いたスピーカーを呼びます。来い。いや、無理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 です無理です無理です。なぜ無理かと言いますと、はい、こちらです。ほら見てください、これでかいです。画角に収まりきらないラトムさんのスピーカーです。はい、ちなみになんですけども、久しぶりのサウンドバーなんでちょっと楽しみですね。おお、なるほど。段ボールの中にさらに段ボールがみっちみちに入っております。薄型テレビにぴったりな大迫力サウンドで、お家で映画鑑賞、スマホワイヤレス接続で圧倒的な音質も味わえる。取れない、もうみっちみちで取れませんでした。入っております。でかい。もうまた画角に収まらない。というわけで、こんな感じの箱に入っております。はい、オープン。おお、はい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 。小物関係からパワーアダプ、なんかゲームに出てくるアイテムみたいな電源が入っております。この袋の中には、ラトムのメーカーロゴが書かれておりますリモコン、はい、AUX のコード、そして取扱説明書、来ました。梱包しっかりとされております。いかつくてかっこいい。よいしょ。なんかこれ武器みたい。というわけでですね、おお、かっこいい。はいはい、ここ音量ですね。いろんなスイッチがついております。こちらがスピーカー前面で、ここがウーハーですね。裏を見てみますと、一番端 HDMI 接続、こちらをですねつけることによって、テレビの電源を入れた時にこのサウンドバーも同時についてくれます。そしてテレビを消すと同時に消してくれる。もしついているのであれば、この HDMI 接続が一番おすすめです。続きまして、光デジタル音声入力端子、別途光デジタルケーブルをつけまして、音のみをですねつなげることができます。 USB 端子、こちらはですね注意していただきたいのが、パソコンなどの USB 端子は使えません。例えばですね、 USB メモリなんかの音楽を再生することができます。はい、で最後に外部音声入力 AUX ですね。例えばスマホの音楽ですとか、パソコンの音をですねこれにつけて流すですとか、 iPod の音を流すこともできます。
商品の概要に書かれておりますのが、小鳥のさえずりのように小さな音から大迫力の重低音までカバーしてくれます。光ります。というわけで、高音域の大スピーカー4つとサブウーハーが2つ内蔵されております。大迫力の 2.2 チャンネルのスピーカーとなっております。最初にですね、デメリット言ってしまいますと、こちらのスピーカーめちゃくちゃでかいです。でかいですね。これがまあ最大のデメリットだと思うんですけども、このデメリット、一般的にですね、スピーカーの音の良さは大きさにかなりよります。でかっきりゃいいってもんじゃないですけども、思い出してください。映画館の大迫力のスピーカーちっちゃいですか？ライブ会場のスピーカーちっちゃいですか？でかいですよね。そうなんです。箱がですね、小さければ音もやっぱり窮屈になってしまいます。空気をですね、このスピーカーの箱内で振動させることによって、もう迫力のあるかつ繊細な音もですね、作り出すことができるんです。続きましてですね、3種類の音質のモードが切り替えられます。操作は簡単です。リモコンの E キーボタンを1回押します。音楽に最適なミュージック、映画に最適なムービー、ニュースなどに最適なニュース、この3つとなっております。リモコン以外にも本体から操作することができます。この大きなところはですね、上げ下げすることができます。カタッカタッカタッ、この指の引っかかりもですね、いい感じですね。ここが電源ボタン、2秒以上長押しすることで電源をオンオフにすることができます。再生ボタン、戻る、進む、操作できる機能となっております。はい、ではですね、リモコンを見ていきたいと思います。こちら、高音を上げるときに押します。高音を下げる、重低音を上げる、重低音を下げる、お好みのサウンドを作り上げることができます。なんとですね、10段階まで上下することができます。こちらは見た通りの操作です。うじゃっとしてるところなんですけども、このモード切り替えというものはですね、いろいろ切り替えるときにこれをピッピッと押すと切り替えることができます。 Bluetooth 使うときはこちらです。 USB メモリを使うときはこちら。外部音声入力、光デジタルの音声入力、 HDMI となっております。映画、音楽、ニュース、この3つをですね、このボタンで切り替えることができますね。3種類のモードというものはですね、今のそのソニーのスピーカーですね、もっと種類が多いです。ただ意外とね、宝の持ち腐れっていう感じですね。機能が多いと実際使わないことが多いです。今回ですね、この3つに絞られておりますので、音楽、映画、ニュースと一番近いものをピッと押せば一番最適な音楽にしてくれるというわけですね。はい、そしてこの 3D というものはですね、 3D オンオフに切り替えることができます。特に映画でおすすめです。で、最後こちら、 USB メモリを使っている場合、こちらを押すことによってリピート再生ですね、繰り返し再生するときに使います。はい、ではですね、早速その Bluetooth 接続していきたいと思います。まずスマートフォンの Bluetooth の画面を出します。そしてリモコン Bluetooth のボタンを押します。そうすることでペアリングを押しますと、はい、来ました、ラトム1001が来ましたので、こちらを押します。ペアリング完了です。ペア設定をしますかと出ますので、こちらペア設定をするを押します。はい、というわけで、お、繋がりましたね。で、監督ラボの動画をエナジードリンクゾーン、じゃあ再生してください、どうぞ。ゲーム、アニメ、漫画、音楽、Eカルチャーを愛する全ての人へゾーン体験しよう。で、エナジードリンクゾーンって何者？おー、はい、ちゃんと重低音も体感できました。しかも音のクリアさもかなり満足です。映画楽しみですね。現在ですね、ソニーのサウンドバーがついております。こちらを一旦どかします。どかしまして、こちらにこんな感じで、こちらです。で、ここを見ますと AUX HDMI はこの ARC と書かれています。あ、これ上げたり下げたりをプラスマイナスで、重低音をプラスマイナスね。で、あとは高い音を01とかできます。あと 3D オフ 3D オン。はい、というわけでですね、ラトム -1001 という商品を紹介させていただきました。本体はですね、まあ、正直大きいです。重さがですね 4.6kg、 横幅が 98cm、 もう約 100cm の長さとなっております。最後まで動画を見ていただきましてありがとうございます。この監督ラボでは、自分がおすすめしたいガジェットだったり、おすすめしたい映画や小説をですね、忖度なしにお伝えしております。ぜひですね、他の動画もですね、たくさん出しておりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録を押して他の動画も見ていただければと思います。というわけで、監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。1万円近くで買える、購入できる、1万円近くで、もっと欲しいみたいな、もっと見たい、もっと見させてくれみたいな、3つはですね、音声、右から左に書きに、はい、入力端子がですね HDMI